疲れ様でございました。お疲れ様でした。ふわちゃん急いで急いで、ふわちゃん鈴木福くん、ゆめちゃん、たのくん、ほまちゃん、どうぞ前へお越しください。かわいいね、ほんとね。ちょっとアクリル板入れさせていただきますね。あの僕たち兄弟はあの母や祖母があのおことの先生で、あの祖父とさっき一緒に尺八を吹いていたおじが尺八奏者で、あの父も和楽器のあの職人だったりと、本当にあの物心ついた頃から和楽器が身近にある存在で、5人とみんなで演奏ができて嬉しかったです、うんうん、もうかわいい、おじさん泣けちゃうほまちゃんはどうでしたか。着物着れてよかったです。かわいいその着物をおっちゃん買うてあげるわな買うてあげる、買い取りですか。買い取りや、それもやったじゃん、かわいいわ。でフワちゃんはいつもと比べるとあの肌が露出してない、うん、肌をうまく隠せてよかったね普通マイクで言えるかな。マイクで言って、だってマイクでどうでしたか。フワちゃんの着物が綺麗で可愛い。あもう最高ね。今の声録音して目覚ましにする。